私のことが知りたい？連絡してきたかと思えば、それオーナーの仕事？プライベートなことなら、もちろん仕事関係？そう、ならいいんだけど。え？プライベートとしても興味があるって、調子狂うわね。まあいいわ、自己紹介くらい。一度仕事した相手だし。私はエイミー、一応エンジニアだけど、頼まれれば何でもやる便利屋みたいなものよ。それと普段は大学院に通っているわ。情報工学の研究なんかをしてるの。大学院生には見えない？もっと若く見えるってお世辞のつもり？でも正解。私飛び級してるから。何よ、そんなに驚くことじゃないでしょ。それに憧れるようなものでもないわ。飛び級したっていいことばかりじゃないんだから。それはともかく本題に入らない？プライベートな興味だけじゃないんでしょ。ヴィーナスフェス、確か強さと美しさを競う女神たちの祭典。島の紹介にそう載っていたわね。ねえ、まさかとは思うけど、私にヴィーナスをやれだなんて言わないわよね。そのまさかだって、はあ、無理に決まってるでしょ。ヴィーナスなんて確かに便利屋だなんて言ったけど専門外よ。可愛いから？フェスでも活躍できそう。おだてだって無駄よ。私にはそんな暇なんてないし、この島に来たのだって仕事のついでなんだから。そんなに残念そうにしなくたって、私より向いてる人なんていくらでもいるでしょ。いいパートナーになれる気がした。私じゃなきゃダメだって。何よもう、そんな顔されたら断れないでしょ。仕方ないからやってあげるわよ、ヴィーナス。その顔、あんたも私のビジネスパートナーになるんだから、ちゃんと最後まで付き合いなさいよね。